皆さん、こんにちは。オンラインカサコ塾塾長の加サ子と申します、えー。今日はオンラインカサコ塾受講生感想ということで、えー、音楽寺子屋皆の音の中川さんに、えー、今日は感想を聞いてまい、えー、りたいと思いますけど、えーはい、中川さん、う中川さんのお仕事は、えー、どんなお仕事を はいえっとこの「音楽寺子屋みなえっとはオンラインでオンラインとあとリアルタイムもですけど、えっと、皆さんに、えっと、エレクトーンとかピアノとかあとあのコードコード進行というかコード機能とかそういった音楽全般のことを教える教えさせていただくっていうあの屋号にしています。 なるほどそれで今回、はい、あの加須古塾を受けたきっかけは何だったんですかね、えっと、前から加須古塾はあの加須古さんのブログを見て加須古塾があるのは知っていていなんか受けたいなと思いつつもともと今もですけど、えっと、デモンストレーターっていうお仕事もやっていてでそっちが企業さんと一緒にやって。 ているものですからあのまだそういうネット発信とかそういうのにやらなきゃなと思いながら疎かったんですよね <laughs> なんですけどそのコロナ禍でちょっとこういろいろ働き方も変わってきて <laughs> ああやっぱりやらなきゃいけないって思いつつ悶々としてた時に <laughs> <laughs>、うん、あのオンラインで始められるっていうのをお聞きして。あもうあの 何にも知識ないかもしれないけど、でももうやってしまえと思って、申し込みさせていただきました。はい、そっから、やっぱりコロナ前だったら、ネット発信をしなくても、はい、まあ企業さんからのリアルのお仕事があったから、まあ、そんなにネット発信しなくてもいいよなみたいなところ、そうですね。 フリーランスなのでがずなのでやらなきゃいけないなって思いながらついついこう後回しにしてる部分の中にネット発信も後回しとしてあったんですよね。まあ、じゃあ,ある意味ではまあコロナがきっかけでちょっと後回しにしてたネット発信を取り組もうみたいな機会になったって感じですかね。そうででですね興味ががななかかっったたわけはの自分に苦手意識が だけで興,興味と苦手意識って違うので <laughs> 興味あるけど苦手意識の方が勝ってたというか、うん、そういう状態だったんだと今思えば今もすごい得意になったわけではないんですけど、うん、っていう感じですはい実際にあのオンラインかさこ塾受講してみてどうでしたか自分でもこう いろいろねこういうことやらなきゃいけないとかこういうツールがあるとかなんとなくは聞きかじりとかでわかるじゃないですかだけど実際そこ組み立てる時に自分だとバラバラになっちゃうんですよね。なんていうんだろうまとめて考えられないというかこれ知っててもともとだから苦手なもんだから。 1>, 1個知ったらそれはっと知って次また全然違う形でこっち知ってって言っていろいろ知るんですけどそれがなんかこうとっちらかっちゃうというか <laughs> うんなんか自分の中でとっちらかっちゃってどれからどれをどうしてどうやったらいいんだろうっていうのがこうどこから攻めたらいいかわからない状態になっていたのでそれをこうまとめて教えていただけるじゃないですかネット発信にはこういうツールがいろいろあってで。この中で どういうふうに狙いがあるかとか。っていうふうに、まず、こう、なんていうのかな、バーっと並べて教えていただけるので。<laughs> うん、なんか、あの、そう、自分でも。思った以上に理解できたというか。あ、なるほどね。うん、あの、で、動画を何回も見させていただけるじゃないですか。あ、動画だからね。 はい、そうなんですよその、えー、と講座のところが、えー、聞き逃したところ大抵受けに行く時ってこ,うあのこっそりレコーダー持ってったりとかそういうことあるじゃないですか。でそれでそこだけこう聞き直したりとかっていうのが、まあ、動画で見れるのでそういえば「あそこ」って言って飛ばして途中からあの何回も見たりとかそれが自分がやりたいことにもちょっとヒントになる部分もあって。 両方の意味ですごいそのなんか理解あちゃんと理解していけるなっていうのがすごい良かったと思っています。そっかだから今までの時代だと、まあ、リアルでもオンラインでもライブで聴くのが当たり前みたいなねで、はい、オンラインで提供する側もなんかライブでやらなくちゃいけないみたいなのがありましたけど。 意外と動画だと聞き直せるから受講生のためになるんじゃないかなって受講する側になったらあ自分がやるオンラインの音楽教室ももしかしたらそこにヒントがあるかもしれないみたいなことですかね。そうですねその やっぱりリアルタイムじゃないとダメなこともあるんですよ、ね。はい、その、はい、例えば弾き方とかそういうのに、ねね、確かに,確かにやっぱりこうあの対面でこうやってこう何だろうコミュニケーション取りながらやらなきゃいけないことっていうのはあるんですけど、うんうん、そうじゃないそのお,お勉強するっていう時にうん、うん、その今回のみたいに動画を見てプラス質問ができるっていうそのそうかそうか動画だけだと。 結局ですよ、ね、わかんないとかわかんないで終わっちゃったりすると思うんですよね。はいはい、だけどあれここがよくわかんなかったって思ったらそれは聞ける機会があってっていうそのなんだろうコミュニケーションの手段の違いというかなるほどねそれがなんかすごくこうあのいろいろそういう知識を勉強していく上でいいバランス。 なるほどねそそっかそっかか動画だけ見ててると、ね、それで終わっちゃうけどメール相談もできるからっていうのがセットになってるっていうところですね。そうなんですよ分かんないところが聞けるっていうのは大きいいと思います <laughs> ねなるほどあとなんかこう講義を受けてて「あこの講義役だったな」とか「こういうアドバイス役だったな」とかってありましたあえっと あのー、そう家族さんの受けてすごい良かったなって思うのを3点 <laughs> あはいいありがとうございますここであげてみたんですけど、はい、あのそのそ自分のこの知識の状態でも参加できたっていうのはすごい良かったと思ってるんですねほほほまずバラバラの知識だけど参加できたっていうのは、はい、参加したところでちょっとまとめられたというか自分のバラバラの知識がこうちょっと整頓されたみたいな感じな。<laughs> こう 感じて、で、あとその次が何だろう、土台、はい、しっかりした土台を作るっていうこと、う,んうん、うん、これをすごいが勉強になったと思っていて、うん、うん、なんかこうなんだろう、えっと例えばほら自分の自分紙とか出すじゃないですか、はい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 、はいはいはい、そってったらやっぱり忘れてたことを思い出すし、で、あ ここんなことそういえばやってたっけとかこれいつ頃だっけとかなんかそういうことをこう整頓するだけでもなんかすごいこう自分発見したような気分になるしでプラスそれをこうなんていうんだろうまとめるじゃないですかプロフィールとか例えば。その時に自分がこうスパンって切ることと客観的に見ていただいた人が作除するものっていうのが違ったりしますよね。 うん、でそこがこう自分も気づかないところであなるほど人から見るとこう感じるんだみたいなことがこう両方自分も自分のことを発見するし違う目線から発見してもらえるしっていうでしかもその作った土台がどこのツールにも使えるようになっているなななるほどなるほほどどだ、うん、だからこうなんだろう 苦労してて作ってるけど1個作っといたら1個っていうかまあ1個だけじゃないですけどん、はいはい、かこう基盤のがポンってあったらそれをちょっとアレンジするだけで使えるっていうその基盤作りっていうのはがすごい大事だっていうことがべ、うん、たそれを教ええてもらえたなぁと思ったんですよねはい、うん、であともう1個はね、はい、あの変な言いんですけど勇気をもらったというか。お <laughs> あの変な言い方ですけどやっぱ発信するのにこう初めてのことをやる勇気がいるとかんかそれこそ交流会とかはこう今回のは終わってからしかなかったですけど例えば何かやるのにこうちょっと一歩やってみるうん、うん、ちょっと動画やってみるとか紹介動画を。 自分でプレゼンを映像で作ってみるとかそのライブで撮られるじゃなくてうん、うん、自分から撮るっていうのを作ってみるとかうん、うん、なんかそういうのをちょっとやってみるうん、うん、今回はちょっと塾とは違うけどインタビュー動画とかやらせていただいてああいうのも自分が人に聞かこうやって聞かれることは仕事昔からあっても自分から聞くっていうのも初めての体験だったんですけど。 なんかそういういのを知らない人そのすごく仲いいこう仲いいというかいつも仕事をしてる人たちではない人と言ってやるていことがなんかこういろいろお,たお互いお互いというか勝手にお互いと思ってますけど発見することとかあとあそういうところがあの響くんだとか。 たことを勇気っていいう表現は変かもしれないけどちょっとトライしてみようみたいなうんことがちょっとま一歩前に縄跳び飛びに行こうとか <laughs> 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 そういうこう今までならね誰も知らないのにどうしようみたいになってたのがいけるとかなんかその辺がこう,こ,うこう学んだことを整理したことでそういうのがこうできやすくなる。う だからちょっと YouTube 動画もトライするようなことをちょっと考えなきゃいけないなっていうのが前,前まではこう考えなきゃいけないって言いながらなんとなく後回しにしてたのが、うん、あちょっとこういうことかなとかいうのをこう自分から出し出すようになったりとかそれの、うん、そういう勇気とかも土台を作れたのが良かったなと思ってます、私は。なるほどね。はい なるほどなるほど。あとはなんかあの僕の印象とかでなんかなんかあります。<laughs> あの前からブログ読んでてあのサイボーグカサゴとかあと怖いとかまあいろいろであの怖くないですよ怖くないですよとか言ってすごくおっしゃってたんですけどあの全然怖くないですよねカサゴさん。まずはこ怖いっていうかむしろなんかあの。 インタビューの時も言ってましたけど否定されなないい方じゃないですかあ<ー>そのアドバイスとかもらった時ないんですよね変な言い方ですけど、うん、その否定っていうかダメとか、うん、そういうのがない方だなと思って、うん、なんかこういろいろある中でこれもあるよこれもあるよみたいな話し方をされるというかこれとこれがあるならこれが一番いいよねみたいなそのこれが一番いいはおっしゃるけど。 これ,これがだめっていうなんか否定がない方っていう印象でした。でもしかしたら怖いとかいうのはあの図星をつかれるじゃないですかあいい意味ですよこれあの悪い意味じゃなくって、うん、この間もあの、えー、とミュージシャン自意識過剰な人って、はいはい、話をされてたじゃないですか。はい あれ本当にいたたかをとか思いながらな、ね、でそれを怖いっていうふうに感じる人はいるのかなという気はしないでもないんですけど,なるほど、ね、私の中ではそれは怖いっていう表現ではなくてただ単にその図星を持ってる私の方の問題なのでな、ね、それをスパーンってはっきりこうなんだろうさ,さらっとはっきり。 もうさま裸でですすって言えるる方ですよねねなるほどさ、ね、ん <laughs> だからすごいこう話しやすいというか2ヶ月しかお話ししてないんですけどしかも、えー、とインタビュー動画も合わせて30分とそんなたくさん会話をさせていただきたいんですけど、はい、なんかすごくこういろんなこと話してるなっていう <laughs>、うん、聞き上手な方。<laughs> なんかそういうい印象です、さんはなるほどね、はい、あとは何かのこういう方がオンライン加速塾を受けたらいいんじゃないかみたいなのってありますかああえっとどうこういう方っていうのは分かんないけどただ私みたいにネット発信今今さこれ営業妨害になるかもしれないけどかさこさんの塾終わって まだホームページまだ今作ってる最中ですしツイッターも明日アカウント取ろうとしてますし <laughs> そういう意味では全然進んでないじゃあ進んでないんですけどでもそれを進めるのにこうこう,こうこうであじゃあできるかもしれないっていうその整理が2か月の間についてるのでほぼついてるので、うんうん、それを一個一個こう。 あの期間が過ぎてからもできるのがうん、うん、っていうふうな状態になってるのであれなってるので結論がどこへ行くんだ <laughs> だからそういったこう終わってからも続く考え方がこう持続できるっていうんですよ、ね。だから先頭ついてなかったらどうしてもバラバラとなって途中でやめちゃった自分が今までその状態でブログも、はい ななんとなくみんながやってるからっつって始めてある程度やってるけど途中から急にしちゃったりするわけなんですけど今回やった後にあじゃあ次もう一回ブログ再開するならこういうふうにしようとかその、うん、なんかちゃんとそうやって考えてツールをできるようになるので知らないそ知らない人ほど受けた方がいいんじゃないのかなっていう。 もちろんあのすごく知ってる方がしゃべるともっと高度なあの講座になるんだと思うんですよ。うんうん、知ってる方が笠子さんのを受けるとすごいこうなんていうのかなどんどん研ぎ澄まされていくんだとは思うんですけど逆に私みたいによく分かってない人はそれをこう整頓するのには2ヶ月ではここまで整頓できるのかっていう。うん 印象があるので、どちらかってる方の方が受けた方が。なるほどね。だからだってそれが自信ない方ほど。どちら,っ <laughs> とっちらかってた、ね、私自分がそうでどちらかってたり、自信がなかったりの方の方がうん、うん、受けられてみたらいいんじゃないのかなって。なるほどね。<laughs> なるほど、なるほど。いこと言ってるのかな。いやー、ありがとうございます。はい。 楽しフフやーというわけで、まあ、今回はまたありがとうございましたということでまたねあのなんか僕もあの今回あの中川さんと知り合ったことによって、はい、あの早速ね塾の期間中あのお仕事を頼んだりねあのピアノ編曲を頼んだりしてなんか僕自でもなんかい,、ね、いろんな才能のあった受講生 とあってあ、この人仕事頼めるじゃんみたいなのもあるのでなんかねそういう縁も続くとなんかいいですよねはいそれはもう本当私もねあのー、いただけるとは思っていなかったのででも面白かったですあのイメージにいかに近づけるかっていう挑戦が <laughs> すごい楽しかったですはい えー、いやというわけで、今後もまたどうぞよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。はいはいとで、っやっぱり宿題、宿題ちょ、ちょっとやってるけど、やれてないところを、今後も精進していきたいと思っていますいやー、今回はのオンライン加速塾、参加いただきありがとうございましたありがとうございました。